ワールドラバーで大ヒット、リピーターが続出、レシーブが楽しい究極のチャンスメイクラバー、アポロ5超極薄。ワールドラバーマーケットのグッチです。本日のゲストは中国卓球のモーコーチです。モーコーチは池袋にある中国卓球でレッスンをしています。また YouTube でも動画を公開しており、レッスンやモーコーチのチャンネルに興味がある方は概要欄をご確認ください。本日の動画のテーマはチキータのコツです。アンジェントン選手やリンガウエン選手が使うチキータはその威力に定評があります。しかしながらそのコツをつかむのは容易ではありません。そこでモーコーチが中国人コーチの視点から実際に使う上での必要な要素やコツ、トレーニング方法などを詳しく解説していきます。チキータがうまくできない人や、特に多いのがワンコースではできるけど全面ランダムの短いボールに対して安定してチキータが打てなくて悩んでいる方におすすめです。このチキータを使えたら勝負どころで相手のサーブに対してレシーブで先手を取ることができます。もしこの台上技術が使えるとレシーブだけでなく台上の短いボールも攻撃することができます。チキータがあれば他のツッツキやトップやフリックを混ぜることで相手の3球目攻撃が迷うようになります。レシーブで点数が取りたい方は必見です。私たちは卓球技術動画を30言語に翻訳し、卓球で世界をつなげる活動をしています。卓球技術に興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。動画の感想やリクエストがあればぜひコメント欄に記入してください。皆さんの反応が私たちの動画を作る力になります。よろしくお願いします。ではモーコーチのレッスンを見ていきましょう。では、チキータを、解説をさせていただきます。でポイント1、判断ですね。何のために判断、どんな回転、どこに来る、フォア、ミドル、バック、分かんないから、長い、短い、長いだったらチキータダメだから、その判断が一番大事ね。それ短い、まあ大体みんな狙っているのは、台上のボールをチキータ行くので、その判断の時に、何のために判断、チキータのために、チキータしたいから、そうすると、足、自分の足を絶対ボールのところに持っていかなければダメなので、この1のポイントは絶対覚えるはずよ。判断。判断の加護、足、ステップ、ボールの位置まで運ぶ。判断して、足のところ、ボールのところに足を運んでいくね。そうそう、このステップがとても大事なんだね。ステップをして、ボールのところに持っていくと、チキータを貼りますね。ポイントの2になります。タイミング、頂点もしくは頂点の後、頂点あるどこですか、落ち始めるところを探す。頂点が頂点の後、それを探す。タイミング、2のポイントはタイミングね。ここすぐ手を出さずに、タイミングを判断して見えたら、あ、ここ
タイミングだ。ここ、あ、よく見えたところで、ボールをよく見えたところで、ここ、ここ、ここ。ポイント3、このポイント3の方がボール当たる瞬間から重心をちょっと前の方に持っていくこと、そのボールの威力を変わるし、相手に圧迫されるから質変わるので、そうすると次のボールも取りやすい。たまにみんなチキラしようとするのは後ろに行っちゃうから、それは長いボールの時には構わない。短いボールの時はチキラしながら後ろに行くとボール落ちちゃうので、それを気をつけてくださいね。別に前行くの方が正しい、後ろ行くのは正しくないではなく、入ろうとしたけど伸びてきたので、それを重心後ろ下がっても全然構わないので、気をつけてくださいね。大丈夫ので、チキータ3のポイント、当たる瞬間を重心を前へ持っていく。ここ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 。ポイント4、ポイント4はチキータした後にパッと戻ること。なんで戻らないといけない、だってチキータした後で絶対脱げると限らないから。そうすると相手が返球した時にほぼ 80-90% は自分のバック側に来るので、なのでバック側に戻ることを絶対してください。戻る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 。海外発送をスタート、世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。